小説現代は創刊55年を超える講談社の文芸小説誌です。五木寛之氏、伊集院静氏、浅田次郎氏などの人気作家から、新人作家の渾身の小説、味わい深い随筆、小説家の生の声を聞くインタビューや対談記事等を毎号掲載してきました。また、本誌主催の新人賞は、直木賞作家等を多数輩出した伝統あるコンテストで、近年においても浅井真方氏、塩田武氏などベストセラー作家が出ています。そんな小説現代ですが、2018年9月発売の10月号をもって一旦休刊し、大幅な紙面リニューアルを行うことになりました。従来の長編連載中心のスタイルを見直し、長編一挙掲載を軸に、短・中編、エッセイ、コラム、インタビュー、対談など、毎号を読み切れる新たな読み物雑誌として生まれ変わります。発行部数は全盛期では43万部。しかし、休刊を発表したときはわずか1万部に。出版不況と言われるこの時代に、小説雑誌はどのようにあるべきなのか。2020年2月に発売されるリニューアル創刊号完成までの道のりを追っていきます。カメラが入ったのは発売まであと3ヶ月を切った2019年11月某日。編集部ではリニューアル創刊号のキャッチコピーを決めるミーティングが行われていた。編集者たちが持ち寄った案がホワイトボードに貼り出された。それを見ながら意見を出し合っていく。リニューアルで何が変わったのって言ったら、こういうようにしたよっていうのはすごくテーマではないかもしれないですね。好きですけど、その The Story is My Life ですけどね、それはなんかすごく個人的には腑に落ちますね、ものすごく、ね、なんか、そういう思いのある人が、小説好きな人かなっていうキャッチって感じですね。休刊前の小説現代だと合わないけど、リニューアル後はのデザインベースだったら、これぐらいの感じがかっこいいかもしれない。で、全部持ったので、一旦これ回して、丸とかつける。ちょっとでも気になったやつに何かチェックつけていきましょう。60ぐらいあるんで。なるほど。でも、気になったものっていうことで、まあ、これいいんじゃないっていうのも、もうそれぐらいの感覚で。なんかサイン入れて、影響されるか。確かに名前まで書いてあるとね、はい、ミーティング終盤には担当以外の編集者も集まり意見が交わされた。しかし結局この日にキャッチコピーが決定することはなかった。ということで、皆さんありがとうございました。はい、まあでも、おかげさまでいろんな案をいただけたので。はい。今日は普段小説現代のメンバーを中心にやってるんですけど、今日は単行本のメンバーとか文庫のメンバーとか、うちの戦略事業部のメンバーも参加してくれたので、まあ、いつもより人も集まって、非常にこういろんな意見も出たので、盛り上がったと思います。キャッチコピー、いいのが決まりそうですか？キャッチコピー、結果から言うとなかなか決まらなかったんですけど、ただまあみんなが考えている方向性だとか、リニューアルに求めるものとかがこうやっぱ具体的に見えてきたので、ここからいいキャッチフレーズが生まれると思います。キャッチコピー決定の知らせを受け、再度撮影に向かった。塩野さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。小説現代のキャッチコピーが決まったとお聞きしたんですが、はい、ちょっと教えていただいて。はい、決まりました。じゃあこちらに書き出します、はい、迷子勝負作全ページ面白い、これに決まりました。今回はいわゆる雑誌の創刊ではなくて、
あくまで休刊していた雑誌のリニューアルという意味が強いので、まあ、より何を旧来の雑誌から変えたのかっていうことをちゃんとこうキャッチコピーで説明できるのがいいんじゃないかと考えました。なので今回は本当に一冊一冊、長編一挙掲載を中心に勝負作を載せていくと。でかつ全て読み切りなので、これまでみたいにこう連載で途中から読んでも、よくわからないということではなくて、もう全ての、企画特集小説などがその一冊で読み切れるので、その思いをこう全ページ面白いという言葉に込めました。編集者たちの思いが詰まった今後の小説現代の看板となる言葉が決まった。同じ日、小説史を作る上で重要な骨組みとなる台割りと呼ばれる作業が行われていた。おおむねこれで多分いいと、大丈夫だと思います。8割型は固まってる感じだよね。まあ、あとこれが、うん、あれですよね、これはちょっと多分年明けすぐぐらいまで固まらないから、まあ、とりあえず開けとくといいんじゃないかなと思います。まあ、あとエッセイとかのコラムの位置だよね。広告とかどうですかね、これちょっと、まあ、今台数的にキチキチなので、うん、ちょっとあれですかね、うん、少し調整、まあ、少し減っていくんじゃないかなというか、うん、その分、うん、広告は入れられるかな、入れられるかな、うん、まあでもいいんじゃない、暫定的にはこれ、はいはい、やって、多分年内もう一回作り直すか、年明けをかなり角度の高いものに切り替えるかっていう感じでいいと思います。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様です。はい、あ、今ですね、雑誌の台割りというものを作っておりまして、いわゆる本の設計図編成表みたいなものでして、まあ本って雑誌ってこういろいろ掲載されてると思うんですけど、まあ、その掲載されている企画の順番などをこの台割りというもので編成していきます。で具体的にはこういった形で出力をしてマーカーとかを引いていくんですけど、これはなぜこういうことをやるかというと、雑誌というのは他の編集部皆さんで作っているので、まあ、各担当がこう企画で割り振ってやって、まあ、自分の担当が何ページ分なのかっていうのを、まあ、こういった形で一覧化することによって、まあ、こう進行管理とかそういうものをやっていくようなものですね。じゃあ雑誌ならではのものということですかね。そうですね、はい、今こちらはリニューアル倉庫が出来上がってるんでしょうか。はい、そうですね、先ほどの趣味編集長の話を受けてちょっとこう順番を少し入れ替えたりとか、それでこういった形で、まあ、企画をうまくまとめ上げるというような形ですね。作業は着々と進んでいくが、創刊への道のりはまだまだ長い。迷子勝負作、全ページ面白い。小説現代リニューアル創刊に向けて気が抜けない作業が続いていく。